ルパン三世、ルパン三世、ルパン三世は、モンキーパンチ原作によるアニメ、ルパン三世の作品群のうち、日本で2015年10月1日から2016年3月17日まで放送されたテレビアニメシリーズを指す。映像上の題名は、ルパン三世。本校では、アフレコ台本や各種ソフトで使用されている、パート4と表記し、 過去のテレビシリーズと区別する。ルパン三世が主人公のテレビシリーズとしては、ルパン三世パータイ以来30年ぶりとなり、スピンオフ作も含めると、ミネ・フジコを主人公としたシリーズ、ルパン・ザ・サード、ミネ・フジコという女以来3年ぶりの作品となる。また、ミネ・フジコという女を除くシリーズでは、初となる深夜枠での放送となった。 独立した作品となっているが、アイキャッチにて、ルパンが TB 第一シリーズの敵に変装する描写があるなど、過去作とのつながりが暗示される部分はある。また、過去の3シリーズは1話完結で、過去の話の内容が、後の話に影響することは、ほとんどなかったが、本作は、レギュラーキャラクター以外にシリーズを通しての、準レギュラーキャラクターが登場し、それぞれの回では、 後の話につながる伏線が貼られて、シリーズ全体のストーリー構成が構築されている。ルパンたちの年齢は20代後半から30代前半に設定され、主な舞台はイタリアのサンマリノとなっている。本シリーズでのルパンは青のジャケットを着用。これは、こじゃれた感じにしたいというスタッフの思いや、舞台としたイタリア側から好評を得たという理由でデザインされた。 本作は、イタリアで、先行放送の後に、日本で放送するという、シリーズ初の放送展開がなされた。当初、イタリアでは5月から、イタリアルティ局で放送が開始される予定だったが、何度か時期変更され、最終的に8月30日からイタリア1で、ルパン 3L、アベンチュライタリアーナのタイトルで放送。日本ではこれまで、同り日本テレビ系列で放送されているが、 ルパンシリーズでは初となるシニアローカル枠での放送となったため各局で放送日や放送時間は異なることとなった。1995年の TBS スペシャルからルパンを演じる栗田寛一や2011年からの新キャストである山寺光一、沢城美雪、並川大輔等にとってはスピンオフではないテレビシリーズへの初出演作品となった。 TV 第2シリーズ以降恒例となっていたオープニングにおけるメインキャストのクレジットはなくなり、エンディングに他キャストと共にクレジットされることになった。次回予告のナレーションは、基本的にルパンだけが行っていた従来のテレビシリーズとは異なり、メインキャラクターが交代で担当している。本作終了の2年後となる2018年からは、ルパン3世、パート5が放送を開始。 主要スタッフや衣装デザインは本作から引き継いでおり、本作の後日談的エピソードも制作されたほか、オリジナルキャラのレベッカもゲスト出演している。2014年10月にフランスのカンヌで開催されたミップコムにて制作が発表された。プロデューサーの清園優は本作を大塚安オルパンの継承としているほか、t v 第2シリーズをベースにしたとも語っている。 企画や制作は、清志援が、自らが、陣頭指揮を取ったという。総監督には、過去のシリーズに、アニメーター、作画監督として参加した、友永和秀シリーズ構成には、ルパンザサード次元、大輔の墓標で脚本を務めた、高橋優成が起用された。キャラクターデザインの横堀久夫は、バイク王の CM、次元のバイク愛編を制作し、 好評を得たことが起用の理由となっているほか、テレコムアニメーションフィルム内外のアニメーターから制作に参加させてほしいという依頼が数多くあったと清支援は語っている。舞台となるイタリアンには実際にロケ班が行われた。音楽には王の有事が続投。オープニングは再度編曲したルパン三世のテーマが使用され、 テレビシリーズでルパン三世のテーマが使用されるのは t v 第2シリーズ以来35年振りとなった。また、劇中 BGM には新曲の他に過去の BGM のアレンジ版も使用されており、演奏名義も t v 第2シリーズの U&EXPLOSION ンバンドが復活した。その一方、長年選曲や音楽監督を務めてきた鈴木誠二が本作では降板した。 日本では全24話だがイタリアでは全26話で放送されており、国内では当時未放映となったベニス・オブ・ザ・デッド・ノンストップ・ランデブーの2話が存在する。後に BD ・ DVD の特典映像としてベニス・オブ・ザ・デッドはボリューム4、ノンストップ・ランデブーはボリューム8に収録された。 日テレプラスでの帯放送にて2016年12月15日と2017年1月11日にそれぞれ日本初放送が行われ以降の同局での再放送では2話ともに組み込まれるようになった。東京 MX で2021年から行われた再放送は全26話編成となり 上述の2話が、それぞれ、第25.26話として、同年8月9日16日にそれぞれ放送。独立放送局ではあるものの、これが事実上の地上派初放送となった。2016年1月8日には、金曜ロードショー、枠で本作の第1話、第3話、ノンストップランデブーをベースに新作映像を追加した、テレビスペシャル。 ルパン三世イタリアンゲームが放送された。なお、本作で毎回登場するのは、ルパン三世のみ。突起のないつぼねはすべて日本テレビ系列。2015年10月20日発売された、漫画アクション同年ナンバー21より、TV シリーズのコミカライズが連載開始。作画は、早川直也。ありがとうございます。